思いがけず18歳から再び人生をやり直すチャンスを手に入れた。浜口です。二度目の人生で思いのままに夢を実現させた。俺おもちゃの千枚回しとった。しかし自分の過ちから全てを失ってしまった。そして二度目の1999年12月31日私ね、本当はずっと寂しかった。ゆか、アッシがいなくて寂しかった。アッシ、しっかりしてよ。ゆかの気持ちがやっと分かった時、再び俺の心臓は止まった。嘘や、また。ってことは、アッシー、何やってんの、急いで。まだ着替えてない。今日の模試は制服で行けって学校で言われたでしょ。はい。ぼーっとしてないで。もうこのコート着ちゃえば分かんないから。ちょゆか、お前まだ18だよな。そうだけど、今日は確か1995年の12月23日だよな。うん。おっしゃー、俺もう一回人生やり直せんねや。アチシ、ゆか、何すんのバカ。痛い。やっぱり夢違う。アツシ、お、いいか、お、ちょっとええから一緒に行こう。一緒に行こう。ええから。ちょっとアツシ、どこ行くのよ。もうどうしちゃったのよ、アツシ。何？え？しげー、しげー、お前言ってたな、言ってたよな。いや、まあええから何のこと。お前何だ、何言ってんの、これ。何だろ、嫌だ。今度こそ幸せなのな。三人で幸せなのな。違う、違う、違う、分かった。幸せじゃなくてさ、お前誰なんだよ。おいおいおい、何なんだよ。どこ行くの？何なの一体。私今わけわかんなくて。よかった、よかったな、よかった。一体何考えてんのよ。大丈夫大丈夫、お前だったらな、ちゃんと志望校受かるから心配すんなって。どうしてそう楽天的に考えられんのよ。そうだ、学校の課題で撮った写真見る？いいよ、そんな。大丈夫ですか？でも、お気になさらずに。大丈夫です。私自分でやりますから。すいません。まあやっぱそやな。
自分でこぼしたもんは自分で拭かなあかんわな。え、何か俺ちゃんとやり直すわ。何を？いや、せやからお前のこととかいろいろ全部な。だからまあそろそろ幼なじみ卒業せえへんか。うん、あのお前あれやろ、俺のこと好きやねんやろ。バカなこと言わないでよ。誰が私のことなんか。ぬぼれないでよ。いや、あのそやからそういう意味はなくて、まあそろそろお互いな素直になろうかっていうことで、まあ、あの俺もお前のことがなこれ好きやっていうことでな。え、今なんて言ったの。いや、あのそやから何そういうもんは一回でええねん。おっちゃん、おかんよ。ちょっと待って、あっち。ねえ、ちゃんと言ってよ。言わへん、言うとるかな。ねえ、あれってさ、アキラの噂の彼女じゃない。さやか。私がアツシの心に寄り添っていてあげるから。おしまいね、私たち。本当にもう。さよなら、さやか。お前とのことを俺は忘れへん。ちょっと、一体何すんのお前。今私のこと好きって言ってくれたよね。あ、分かった分かった。ほんだ明日のクリスマスイブデートしよう。お前ちゃんと時間あげとけよ、ボケ。ほんま。ねえ、どこ連れてってくれんの。そんなもん教えるかいな。どうしてもゆかと一緒に行きたいとこがあった。何がデートよ。せっかくのイブなのにこんなとこに連れてきて。アッシー、ここやね。母さんが自殺した場所。え、だってあっちのお母さん土砂崩れで亡くなったって。俺も最近知ったんや。親父がそんことをずっと俺に隠しとったんや。どうして。多分そんことがバレて出世に響くんが怖かったんやろ。そんな。仕事にかまけて母さんに寂しい思いさして、まああの人にとったら母さんの苦しみより仕事の方が大切やったやろからな。せやから母さんもここに来るしかなかったやろ。お前が母さん殺したんじゃ。アツシ、それでおじさん。母さんはどんな思いで死のうと思ったんやろ。どんな思いでこんな寂しい森に足を踏み入れたんやろ。君たち、そこで何してんだ。のベンチの上です。お母さんの遺書が入ったカバンと靴が並べておいてあったのは。君のお父さんが遺品を受け取りに来られた時、